皆さんこんにちは、るーちゃんです。んたんです。今日元が見てくれてありがとうございます。跟大家说一件事，就是文当他发冬季奖金了。たくさんいただきましたんで、今回はルーちゃんにディナーをご馳走しようと思います。今回はね、美味しいしゃぶしゃぶ屋さんをね予約しました。楽しみ。すごく出汁にこだわってるお店で、とてもね美味しそうだったので、ルーちゃんと一緒に食べたいと思います。二人とも行ったことない店だよね。うん、ない。しかも全部個室。そう。おしゃれなところ。そう、あまり行かないんでね。まあ今日はちょっと楽しみしております。谢谢我们当。こっち。Let's go。我们两个现在走去今天晚上的店家。周りもねクリスマスイブなカップルがいっぱいいるからね。とってもなんか見てて幸せになるね。そうだね。一人で帰ってるおじいさんとかもなんかクリスマスケーキ買ってたりとか、あとプレゼント買ってたりしてて、なんかああいうの見るのもなんか幸せだね。わかる。なんかもう家族と過ごすなと思っちゃうね。あ、そろそろかな。ねこの辺にありそう。ね、多分ね俺が地図で見たのはここら辺だったの。楽しみ。楽しみ。でもなんかいい匂い、匂わない？うん、这附近好香哦。あ、あれじゃない？着いたよ。ここ。ここだ。ここ。なんか畳だよ。本当だ。里面是畳耶。畳耶。对，畳。好日式和风的感觉哦。これ見て。京都表記って書いてある。好紧张哦。いい匂い。はい。畳だ。我们今天的各式名字叫做月波，它其他各式名字都不一样。楽しみ。哇，我们自己的房间。哇，すごい。いい雰囲気ですね。本当和風な感じで。ほら見てください。もうセットされております。しかもね、入った瞬間めちゃめちゃ出汁のいい匂いがしたんですよね。そっちだい。Oh my god！他们桌上这里有放一大堆细切的葱，看起来超好吃的。いや、俺とルーちゃんどっちもめちゃめちゃ白ネギ大好きなのよ。これおかわりしたいね。めちゃめちゃ入れて食べたい。わあ。昆布だ。今日ももう火がちょっとついてるよ。本当だ。せーの。うわあ。野菜。しかも、もやしが太くてでかい。食パンってやっぱクリスマスっぽくない？クリスマスっぽいね。なんかルーちゃんの方が量が多いな。ほら、本当だ。じゃあ乾杯。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 ああ、美味しい。美味しいね、炭酸。因为我好好享受这次文当的招待，所以今天没吃东西。哦，ありがとうございます。不客气。胡麻豆腐很好吃耶。すごく濃厚で、ごまがね濃縮されてて、トロトロなんですよ。噛めば噛むほどのごまの味がすごい出てきて、でも豆腐の大豆の味もして、めちゃめちゃ美味しい。跟大家讲一件事，我觉得他们这里非常的贴心。我们是坐像这样子的位置，它的脚下面的地方呢也是暖的哦。好嘛。我来吃看他刚才炙烧的寿司，哇，大颗肉，好肥美哦！他的饭吃起来超甜的，然后鱼肉吃起来也很嫩，还吃到一点瓦萨比跟它冲突在一起的香气，好好吃哦！ホタテめちゃくちゃ美味しい。マジ？びっくりした。特大ズワイガニをルーちゃんに食べてほしくて、すごいでかいんじゃないかなと思って。サイト見ても結構大きかったから楽しみだな。尤其是我们文当很喜欢吃螃蟹。なんか年末もルーちゃんと一緒にカニいっぱい食べたよね。あれも幸せだったね。そう。こうしゃぶしゃぶして、あん。ただいまお配りしたお椀の中身、こちらお出汁でございます。こちらのお出汁に器に入っているネギを入れていただいて、豚肉と絡めるようにしてお召し上がりくださいませ。はい。豚肉とネギの相性は抜群でございます。一緒に召し上がることで糖質の代謝を促進させ、疲労回復に効果がございます。ぜひたっぷりと絡めて召し上がりくださいませ。はい。本日ズワイガニと豚肉はこちら岩手県産の白金と別名プラチナポークのバラ肉を加えさせていただきました。
ました。じゃあ赤い食材は滋賀県近江八幡名物赤こんにゃくでございます。鉄分が赤く染められていて大変ヘルシーな食材となっております。1回、ふーちゃん2枚入れたよ。いいな、これで1枚なのよ、ほら。ほんとだ。わー、いただきます。はい。好吃。超好吃。油すごい乗ってるんだけど、薬味が全部相殺してくれてて全然油っぽくなくて、だしがめちゃくちゃ美味しい。哇，大家看它这个肉跟这个葱全部混在一起，我觉得日本这种和风酱汁真的是只有日本来吃得到的味道。虽然我们台湾的火锅也很好吃，可是台湾的火锅的调味料跟日本不太一样，因为我觉得日本的汤底没有台湾那么丰富，但是我有这种达西就不一样了。这一家的火锅很推荐大家来，可以吃吃看，我觉得是台湾比较吃不到的味道。我一旦我看你去吗？好大，投入。哇。これだけでももう色が変わったよ。右手持ってるのが生の状態、こっちが30秒しゃぶしゃぶした状態です。プリプリ。しゃぶしゃぶしたらね、ふわふわになるよ。つけて食べよう。だし最高。だしも美味しい。再吃个小螃蟹。あなたの一番好きなところ。そうなんだ。じゃあ絶対美味しいじゃん。其实今天是紫米勒的生日，所以我跟文当等一下吃完这个饭之后，我们要偷偷去紫米勒的家给他一个惊喜。我觉得紫米勒真的是超可爱，因为他的生日是12月24号的关系，他常常会觉得圣诞节都没有人会把时间留给他。紫米勒真的没有，我跟文当今天晚上吃完饭就会去找你。哇哇，太幸福啦！太幸福啦！太幸福啦！他们超贴心的，在弄荞麦面之前呢，还会帮我们把剩下的蔬菜分干净，分给两个人，这样才可以好好煮最后的荞麦面。小鍋の中に直接生のおそば。哦。然后我们荞麦面煮好之后呢，他会帮我们分，就只要享受吃就好了。来吃个他们的荞麦面。爷爷跟他们这个打气好搭哦。美味しい。結構なんか全部通してお腹いっぱいなのね。最初ちょっと足りないかなとちょっと心配したけどね。意外に結構長くんで。味変でカレー粉入れようかな。カレーだった。最后甜点我们吃的是黄豆粉卷饼。感谢我们文档的留言，那我们有好吃的卷饼可以吃。皆さん文档の口コミ見れます。哇，我们文档竟然准备了圣诞蛋糕，好开心哦！草莓口味的蛋糕，谢谢我们档。Merry Christmas。Merry Christmas。不用。圣诞快乐。圣诞快乐。哪里什么豆芽糕？サプライズ。ありがとう。まさかの超嬉しい。やっぱクリスマスの前はケーキ食べないと。哇，我们当切的真美，綺麗に切ってますね。褒められるとダメなんだから。它的草莓味道好浓哦。美味しい。ありがとう。我们吃完饭出来了。来啦！超好吃的，真的是谢谢文当，我直接放在地上。那我跟文当呢，等一下去给紫米勒惊喜。我们刚才买了一个蛋糕，他应该会吓死吧？希望他会超开心的。你也要送点给的干呐？その俺たちがハッピークリスマスじゃなくてハッピーバースデーの気持ちをね伝えたら喜んでくれるんじゃないかなと思います。まあ次のね来期はまあ昇給するので、その時にまた給料がガッと。上がってるうちゃんにね、美味しいご飯を食べさせれるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。加油文当。谢谢。那谢谢大家看我们今天这一支影片，希望我们文当工作顺顺利利，然后也要好好休息，健健康康。接下来请大家继续陪伴我们，我们下次影片再见吧，再见，拜拜。拜拜。拜拜。
君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。